はい、どうもこんにちは、ミスター GT5 モッドです。今回ご紹介する実車モッドはこちら、メルセデス・ベンツ SLR スターリングモスです。はい、いやーかっこいいですね、このロングノーズね。なんといってもロングノーズ、これがもう最大の特徴ですね。このボンネットの広々としてる感じね、たまらないですね。いやー、車に詳しくない方なんかだとね、見たことない方も多いんじゃないでしょうか。結構なんといってもね、日本で限定2台しか発売されなかった車だそうですよ、発売当時ね。今はどうか知らんけど、世界限定75台ということで、なんと価格は1億1000万円だそうですね。これ見てください、ライト網目めちゃくちゃ細かく作り込まれてるでしょうね。SLR、ベンツ SLR マクラーレンという車を所有している日本人なら自分知ってるんですよ。桃襟っていうね、何の雑誌だか忘れたけど、結構ギャル系ですよね。ギャル系のファッション雑誌を上げていた、桃襟社長が、黒の、SLR マクラーレン乗ってて、で、それで鈴鹿サーキット行ったなんていうブログを書いてたのを自分見たことあるんですけど、テレビでもね、以前紹介されたことあったんですけども、このシートベルトすごいな。シートベルトのクオリティやば。今まで見てきた車モデルの中で、最高峰だよ。シートベルトにこんなに力注いでる車もっと見たことねえわ。ねえ。そしてハザードランプが細けえというか、すごいリアル感ある。やーばー。うわー。すげえ、文字もね、アイコンも全部細かいですね。ね、日本人でこの車を所有してる人、ごめんなさい。私ね、調べたんですが分かりませんでした。はい。650PS。ね。ということです、馬力の方。そして、0-100 加速が 3.5 秒以下を実現しているとそうですけども、もともとね、SLR ロードスターという車がありまして、その車をベースに、こう、サイドウィンドウを取っ払っちゃった。で、軽量化を図ったということだそうですけども、ね、こういう給油口しっかりついておりますね。一つ一つのパーツの完成度が結構高いですね。ここになんか書いてありますね。キャリパーの部分に、マクラーレンと書いてあるんですかね。はい。で、ホイールの方もね、こう真ん中に、ベンツ書かれておりますね。かっこいいですね。ちょっと傷ついてる感があって、いいですね。ね、この後ろの感じ、ダークな感じ。これがもう SLR マクラーレンですよね。マクラーレンじゃないけどね。これスタイリングモスですけどね。デザイン若干違うみたいですけども。ライトすげえ細けえ。ディティールものすごく細かいですね。やばい、かっこいいね。サイドウィンドスクリーン、もう何もないですね。本当に、なんだろう。乗るのちょっと怖いぐらい。なんか、ある意味 F1 マシーンみたいなマシーンですよね。そしてこちらがなんとね、なんか変な蓋みたいなのがついてるんですね。これ何これ、なんでしょうこれ。調べても出てこなかったんですけど、わかる方います？このね、助手席のところになんかついてるっていう。で、そしてね、このエンジン面ですけども、結構クオリティが高いです。ね、一つ一つ反射も綺麗で、うわ、すごいなぁ、これ。すごいな、いじりづら。ボンネットいじりづら。だ。ね。細けパーツがね、結構完成度が高い。反射も当てられており、立体感もあってね、このメタリック感半端ね、リッチですね、高級感。触りたいですね、この SLR って書いてある部分とかはザラザラ感がたまらない。すごいかっこいい。なんかもう、前回の動画元でも言ったけど、本当に車というよりも機械みたいだね。マシン、本当にマシンって感じ。なんか、ハイスペックマシンって感じ。PC みたい。PC のなんかもう、グラボみたい。かっこいい。そういうデザイン性ですよね。ね、なんだろうこの蓋。何の意味があるのかな。あれかな、助手席乗っちゃダメよ。ダメよサイン。ダメよサイン。ね、売春婦入れないよサイン。わかりますかこのハザードランプ。ね、オレンジ色に光っておりますね。前回紹介した CLS63、ですけども、あちらはね、ハザードランプがね、全部白だったっていうね、意外でしたね。びっくりしましたね。初めて知ったけど。こんな感じです。全部オレンジ色に光っております。さあ、じゃあ早速改造を行っていきましょう。さあ、大丈夫かな ?QF ってなってますね。これ、アウディの R8 のモデルにしたやつだね。GT で言うと。バンパー見ていきましょう。リアバンパー、メインカラー、リアバンパー。お、すごい、でっかいディフューザーつくね、これ。あ、ディフューザー、メインカラーリアバンパーを選ぶことで、なんかディフューザー以外のあらゆるパーツが変わりますね。わかります？この、サイドミラー。サイドミラーもそうだし、ボンネットも変わってるね。ボンネット変わってるのはわかります？これ。なんか、すごいレーサー仕様みたいな感じになってる。レース仕様か。おー、すごいアンテナみたいなのが立ってるね。右側に2本。トゲみたいなのが生えてる。
いろいろ変わるなぁ。フロントバンパーも変わりますね。なるほどね。あらゆるパーツを1個にまとめちゃった感じか、モッターさんは、今回。そのおかげで他にあんまり改造項目がないという感じですね。ライトは、青の方が似合うかな。なんかサメっぽいんだよね。SLR って本当にサメみたいなデザインになってるから、こう、海の青っていうことで。で、スポイラー、でかっ。めちゃくちゃでかっ。何これ。あの銀行強盗で追加された車につくスポイラーぐらいでかいね。あれも相当びっくりしたけど、これもっとでかいわ。すごい。2段階になってる。階段みたいに2段になってる。でけえ。これ全部パーツつけたら、取り付けたら相当大きくなっちゃいますね。狭いとこ走れなくなっちゃいそうだね。まあドライブするにはちょっとあまり適してないかな。で、ウィンドウ変えても何も変化ないですね。出ましょう。じゃあ改造終わったんで、そうっすね、ドライブでもしていこうかな。はい、ドライブする前にちょっと0100いきましょうか。わかります？このバック、あ、アフターファイヤー、ね、横から出てて、ちゃんと横から出ててすごいかっこいいですね。そしてこのお尻が最大の特徴の一つ、このダークな感じね。カーブ、まあ、このね、このサイドミラーなんですけど、映り方が前回紹介したベンツの CLS よりもちょっと残念な感じだね。さあドライブしていきましょう。これ今時刻が朝7時ぐらいかな。ね、メーターがかなりシンプルでしょう。前回の CLS もそうだったんですけど、かなりシンプルですね。ベンツってみんなこんな感じなの？あんまりかぶ、いや、とは言ってないけど、何、まあ、すごいシンプル、本当に白黒一色だけって感じね。こうやってあのドライブ楽しみたいんですけども、太陽があんまり眩しくないっていうね。もっと眩しくあってほしかったな。あのライティング GTA5 って本当に GTA4 から進化したってみんな言ってるけど、リアルになったって言ってるけど、まだまだね、もっといけると思うんだよね。例えばこういう HDR 感まだまだ出し切れてないと思うんだよね。実際にドライブしてみたら、こう太陽なんか眩しくって、朝とか夕方とか運転できないでしょ。運転したことある人わかると思いますけども、まだまだね、全然眩しくないって。おっと、今こっちがスピード違反しちゃったな。ちょっと証拠隠滅のためにこいつを話せよ。証拠隠滅だよ、証拠隠滅ね。やばいやばい、バレないうちに LSPD 来る前に。おっと、なになに、こいつ邪魔してきやがった。そうか、俺を逃がさない。お、こいつまで邪魔してきやがった。なんだこいつまで邪魔してきやがった。なんだこいつまで邪魔してきやがった。なんだなんだなんだ、こいつら揃って、みんな揃って。お、こいつ今すごい飛び方したな。そんな戦闘機みたいに派手に飛びなくてもいいのに。あれか、動画撮ってるの知ってたから映りたかったのか。ただの目指し上がり屋が。なんだ、かわいいな、おい。さあ、じゃあちょっとドリフトしに行きたいですね。ドリフト、自分全然得意じゃないけど、やっぱりこういうね、ロングノーズな車でドリフトしたらどうなるのかなってすごい気になるところではあったので、もうちょっとやってみましょう、今回。残念な結果になると思うけどね。もう嫌な予感しかしないけども、あんまりドリフト動画って上げたことなかったっしたっけ、自分はね。まあ、いい機会なんで、ちょっとね、ドリフトの腕をね、皆さんにも見せつけてやろうかなと思いますわ。そう、よし、料金所通過ね。あそこ料金所なのかどうなのか、それちょっと怪しいところだけども、まあ適当に行きましょう。さあ、ここを入ってって、どう行くかな、どう攻めていくかな。ここね、ドリフトの定番だよね。さあ、ワイスピリもね、もしかしたら登場したかもしれないね。うん、登場しててもおかしくないぐらいの感じのところですよね。じゃあ走っていきましょうか。さあ、この最初のカーブちょっと怖いな。うまく、お、お、いいんじゃね、これいいんじゃね。あ、ちょっと速すぎた。ダメだな、この車全然滑らないですよ。どうしたロングノーズ。いや、むしろ運転手がダメだったのかな。まあ、いつも私が言ってる下ネタほどは滑らないようですね。まあ、私の下ネタって言えばね、本当にもうそれはもうソフトやポップのかけらもない、小学生がとっつきにくい、ただえぐいだけの自己満の一人みたいなもんなんでね。それはもう滑った後の後味の悪さに関しては、私の右に出る者はいないですよ。ほらね、どうです、今笑いが起きなかったでしょ。これがね、ミスタークオリティですよ。いや、別に本気出せばね、君たちのノズチンコこけるぐらい大爆笑を引き起こすこともできるんですが、まあ、よくコメント欄の方で、元さんの動画見てると、この電車内でいきなり爆笑しちゃって、それ以来友達できなくなった、失ったみたいな人もいるので、まあ、あえてリミッターかけてあげてるんですよ。どうせ優しいでしょうね。どうでもいいから早くドリフトしろって。よし、続きいきましょう。走っていきますよ。まあ、なんかあれですね、なんか走るサメって感じですね。サメ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 うるせえよって、ね、まあ札の匂いを少しでも感じたら、持ち前の 650PS とベンツの衣装の一つでもあるこのサメ肌風の車体側面でえぐり通るようにして LSPD を現行犯処刑しちゃうぞって、ね、
まあ、ごたくはさておき、とりあえずブレーキの反応がいまいちなのか、こいつの見た目のやつ感に気負いした自分がビビってブレーキ踏み込めなかったせいかわからんけど、扱いがすごく難しかったのは確かですね。あ、それと前回の動画でチキンニワトリさん、コーグフさんなど一部の視聴者さんがあのブレーキキャリパーやエンジンカバーなどのディティールに対するご指摘くださったんですけども、あれ素直に嬉しかったですね。あの、私もそうですけど、視聴者さんの方からもうああやってこうモッドアナを作るモッドに対していい部分はいい、悪い部分は悪いとしっかりこう素直に率直に言える関係ってすごく大切だと思うんですよね。まあ、それはさておき、今回は、じゃ質問コーナー、最後質問コーナー行きましょう。第3回は、浜陸太さんのご質問で一番制作にかかった時間はというものです。これ言い直すとおそらく一番制作にかかった動画はっていうことだと思うんですけども、まあワイルドスピード2っていう映画動画作ったことなんですけども、あれですよね。まあ現在はね、あのロックスターエディターなるハイクオリティなね、ツールが出たことで、みんなね誰でも素人簡単に作るようになってしまった時代ですよ。本当に素晴らしいですね、技術の発展というのはね。まあそんなところで今回はこれで SL などの紹介を終わりにしたいと思います。では以上、ミスター GTFM GTF 最後で感じちゃった。以上、では以上、ミスター GTFM でした。バイバイ。